公益財団法人横浜市国際交流協会です。活動を始めたのはいつですか？はい、今から30年前、1981年から始めました。国際フェスタでは何を出展しているのですか？今こちらの方でですね、フェイスペインティングフシール、これはですね、お魚を釣ってもらって国の名前のシールをこちらの方で貼っています。世界で一つのエコバッグを作ろう、こんな風なんですね、エコバッグに書いて自由に書いてもらうと。あとこちらの方で、アフリカの太鼓、教えています。向こう側の男性、タンザニアの留学生です。こちら側はマラウイの留学生です。横浜に住んでる外国人の皆さんと、横浜仙台の皆さんが、仲良く楽しく暮らせるように、いろんな仕事をやっていきたいと思っています。